こんにちは。私はマサと言います。私はクリエイティブラボの創設者です。パーティーというクリエイティブラボです。私のスピーチのテーマは、広げるに値するアイデアではなく、作るに値するアイデアです。この素晴らしいアイデアを広めるのも重要ですが、しかし、それよりも重要なのは、そのアイデア自体を実現することです。命を吹き込めなければなりません。例えばどんな小さくてもどんな大きくても良いアイデアだったら、どんなアイデアでもそれを作る価値があると思います。広める価値があると思います。よくある話なんですが、時間が制限になります。話だけで終わってしまうのがよくあります。時間がない、予算もない、お金もない、いいアイデアもあるんだけど予算がない、それか他のこともやらなければならない、時間がないとか。でも言い訳はいろいろあるんですが、それは良くないと思います。ちゃんとその熱意があれば、そして現代のテクノロジー、例えばラップトップなどのテクノロジー、 YouTube などのテクノロジーがあれば、言い訳が通用しなくなります。もう簡単に物を作れるようになっている時代です。私は今日いくつか、私の作品のいくつかをご紹介したいと思います。これ予算が全くない状態で作りました。そして通常の仕事をしましたが、そのマイタイム、フリータイムを使っていました。私のクリエイティビティのパッションが原動力で、作ってみて、そしてそれをやり遂げたおかげでこのステージに立つことができるようになりました。私今ミュージックビデオとかいろいろの活動ができるようになりました。ではまず最初の作品ですが、レインボー・イン・ヨア・ハンドっていう作品ですが、フリップブックです。ページすべて黒です。しかしこれが色がついているボックスがありますが、しかし実際使ってみると3次元の虹が見えてきます。これを一つのレインボーにしました。これが自らやろうと考えていました。当時はフルタイム、その広告代理店で働きましたので、そのアイディアをひらめいた際、まずその時間を作れなければならなかった。ですから仕事の後、朝2時の後、仕事が終わってからやりました。そしてプリンターへのアクセスも全くなくて、ですから自分のインクジェットプリンターを使っただけです。ですから自分のポケットマネーも、自分の予算も使って、貯金も使って、そして200部を自ら作ってみました。そしてこれいろんな本屋で売りましたけれども、今は12カ国で発売されて、およそ1万部が売り上げられています。悪くないんですね。これはまあニッチ市場なんですが、それでも結構売られてるかなと思います。ですから小さなプロジェクトでも、こういうフリップブックを作るだけでも、こういう十分ないいアイデアがあれば実現できると世界中に広まっていくでしょう。これが YouTube に投稿しました。この YouTube も素晴らしいです。 YouTube という素晴らしいテクノロジーで、この自分のアイデアを世界中に広めることもできます。こんな小さなことでも世界中に広めることができると、私はオフィスの隅でこうやって本を巡っています。次の作品です。ミュージックビデオです。サワーというバンドのためです。半月というタイトルです。私が作った、監督を務めた初めてのミュージックビデオでした。サワーというバンドが私の友人で、予算がないからなんかできませんかと打診されて、やってみるぞと言いました。そして手の影を使って全てアニメーションを作りました。ご覧の通りです。私です。
So, basically how it happened was that きっかけは、サワは私の高校時代の友達で、予算がないビデオをやりませんか、私がそれを受け入れて取り掛かったんですが、これ YouTube で見てる人たちは予算があるかないかということは関心がないでしょう。出来はいいかどうか面白いかどうかだけが重要だと YouTube が見る人が思うでしょう。ですから何らかの形で予算なしで面白いものを作りたいと思いました。楽しいストーリーを伝えたいと思いました。解決策として自分の手を使おうと、すべて私の手です。かなりその編集作業が発生しましたけれども、全部自分一人でやりました。ですからすべてアニメーションを書かなくてもいいです。まあこれが技術的な理由があって、自分の手を使おうと自分でやろうと思いました。そして半月というタイトルですが、それにちなんでちょっと影を使おうと思いました。その半月の影ということを思いついて、そしてちょっと一風変わったアニメーションをやろうと思いました。YouTube でご覧いただければと思います。また別の小さなプロジェクト、 T シャツというプロジェクトですが、 T という形の T シャツです。ちょっと、言葉の遊びみたいだったけど、まあ親父ギャグみたいなものだったんですけれども、そしてファッションデザイナーの友達と一緒にやりました。でこういうコレクションもやりました。およそ5種類を作りました。それぞれチーの、それぞれの違う形としてチーという文字をベースに作ってみました。かなり成功を収めていました。さまざまなギャラリーとか、スペインとかパリからの店からの問い合わせもありました。まあ親父ギャグから始まったものがこういう形で、こういう形になりました。そして最後のミュージックビデオです。サワーというバンドのため、同じバンドです。日々の音色という歌ですが、これがつながりについてです。ウェブキャンを使って、すべてビデオを撮影しました。そしてファンたちが協力してくれて、ファンたちが出てるということです。まあ課題として、予算もなかった。予算が2倍になったぞ、つまりゼロだと言われました。当時私はニューヨークに住んでいました。ですからバンドをどう誘いすればよいのかと悩んでいました。そしてバンドとスキャイプで会話したある日、まあちょっと難しいじゃないかなと思って、そして思いついたのは、ウェブキャムで世界中の人たちがつながっていると思いました。そしてこれもウェブキャムを使ってカメラとして使えたらどうだろう。そうするとカメラとかスタジオをレンタルしなくても済むだろうと思いました。そして俳優すべてファンが俳優になってくれたら、別にそのギャラを払わなくても済みます。そしてミクシーとか、まあ当時はフェイスブックはなかったんですが、ミクシーなどのおかげで世界中80人ぐらいのファンたちが参加してくれました。人と人をつなげると、通常は実世界ではつながってない人たちをつなげてみようと思いました。私はちょっと十分な人をちょっと募集ができなかったので、私も多少出てるんですけれども、それは歌の歌詞には合ってると思います。つまり人とのつながり、コネクションです。ですからこのツール自体、その技術、テクノロジー自体うまく使えたと思います。そしてさまざまな制限もあった。例えば、みんなが遠いところにあると、予算がないと、そういうさまざまな問題をテクノロジーなどを使って解決することができました。よく聞かれますが、どうやってみんなのコリオグラフィーをできたのか、振り付けができたのかと。実はビデオを作りましたけども、私と3人だけが、他の監督と4人で、踊っていることをガイドラインにして、そして各ファンに送って、どの動きをすればよいのか、
これスカイプをやりながらこういうふうに動けばよいというふうに振り付けをそれぞれの参加者に伝えました。重要なメッセージとしてずっと編集したいと、こうやって早めたり遅くしたりしたくないと最初から思ったので、ずっと同じ速度でやった方が面白いと思いました。ですからそういうふうにやりました。まあ最後までご覧ください。すぐ終わるかと思います。ありがとうございます。Thank you so much. ありがとうございます。So, you know, I mean, I hope this kind of gives you an idea of what I tried to say about, like, okay, even if you don't have the time, 最初のメッセージに戻りますが、時間がなくても予算がなくてもパッション、熱意があれば、そして良いアイデアがあれば、さまざまな形で実際それを実現できます。それが一番重要なポイントかと思います。ですから予算の規模ではなく、アイデアの規模が重要です。素晴らしいアイデア があったら何らかの形で世界中に広まってきます。ですから話をやめて制作に取り掛かってみましょう。ありがとうございます。